三つの言葉昔スイスの国に一人の年取った伯爵が住んでおりました伯爵には息子が一人しかありませんでしたがその息子はバカで何一つ覚えることができないありさまでしたそこである時お父さんが言いました「これせがれ」 わしはお前の頭に何一つ入れてやることができん。そこで今度は一つ、わしの思っていることをやってみたい。お前はこの土地を離れなければいかん。つまり、わしはお前をある名高い先生に預けようと思うのだ。その先生がお前を何とかしてくださるだろう。こうして、若者は、 知らない町にやられて、その先生のところに丸一年おりました。一年経って息子は帰ってきました。そこでお父さんは尋ねました。どうだ、せがれ。何を覚えてきたお父さん、僕は犬の言葉を覚えてきました。と息子は答えました。 ああ、なんということだ。と、お父さんは、思わず大きな声で言いました。お前の覚えてきたのは、それだけなのか。では、お前を他の町へやって、別の先生に預けるとしよう。こうして、若者は、また連れて行かれました。そして、この先生のところにも、 やっぱり一年いました。息子が帰ってきますとお父さんがまた尋ねました。せがれ、何を覚えてきたすると息子は答えました。お父さん、僕は鳥の言葉を覚えてきました。それを聞いてお父さんはカンカンに怒って言いました。このろくでなしめ、 大事な時間を潰して何一つ覚えてきもしない。よくそれで恥ずかしくもなくわしの前へ来られたものだ。わしはお前を三人目の先生のところへやる。だが今度も何一つ覚えてこないようだったらわしはもうお前の親ではないぞ。息子は三人目の先生のところにも丸一年おりました。帰ってきますと お父さんが訪ねました。せがれ、何を覚えてきたすると、息子が答えて言いました。お父さん、ことしはカエルのことばを覚えてきましたよ。これを聞いたとたん、お父さんはかんかんに腹を立てて、いすから飛び上がり、家来たちを呼んで言いました。この男は、 もうわしの息子ではない。わしはこいつを追い出してやる。お前たちはこいつを森へ連れ出して殺してしまえ。いいか、しかと申しつけたぞ。家来たちは息子を連れ出しはしましたが、いざ殺すとなるとかわいそうで、とてもそんなことはできません。で、そのまま息子を逃がしてやりました。 その代わり、家来は小鹿の下と目を切り取って、それを息子を殺した証拠の品として、白尺のところへ持って帰りました。そこで、若者は旅に出かけました。しばらくして、とあるお城の前へ来ましたので、一晩の宿を頼みました。よろしい、と、そのお城の城主が言いました。 あの下の古い塔の中で用を明かすつもりがあるならあそこへ行きなさい。だがその前に注意しておくが命はないものと思いなさい。というのはあの塔の中には山犬がいっぱいいてひっきりなしに吠えたりうなったりしているのだ。しかも決まった時間ごとに人間を一人ずつあの中へ入れてやらねばならんのだが。 それをあの犬どもはたちまち食い尽くしてしまうのだ実はそのためにこの国中が困りきって悲しみに沈んでいたのですが誰にもどうすることもできなかったのですところが若者は少しも恐れる様子もなくこう言いました「まあ私をその吠え狂っている犬のところへやってください」 それから何か犬にやるものをください。大丈夫。私に害を加えるようなことはさせません。若者がどうしても自分で行くと言い張りますので、お城の人たちは、山犬にやる食べ物をいくらか渡して、それから若者を下の塔へ連れて行きました。若者が中へ入って行きますと、犬どもは吠えつくどころか、 いかにもうれしそうに尻尾を振りながら周りに寄ってきて若者の投げてやるものを食べましたこうして若者には何の害も加えませんでした明くる朝若者がかすり傷一つ受けずに元気な姿を現した時には誰も彼もびっくりしました若者は上司に向かって言いましたあの犬どもは、 どうしてここに作ってこの国に害をなしているのか犬の言葉で私に話してくれました。実はあの犬どもは魔法をかけられておりましてあの塔の中にあるたくさんの宝物の番をしていなければならないのです。そしてその宝物が取り出されるまでは一時も休むことができないのです。なおどうしたら その宝物が取り出せるかということも犬どもの話から聞き取ってまいりました。これを聞いた人たちはみんな大喜びでした。上司は若者がこのことをうまくやり遂げたら自分の息子にしようと言いました。若者はもう一度遠いに降りていきました。そしてどうしたらいいかちゃんと心得ていましたので、 その通りにやって、小金のいっぱい詰まっている長持ちを運び出しました。それからというものは、犬のほえ声はまるで聞こえなくなりました。それどころか、犬はみんなどこかへ行ってしまって、こうしてこの国の難儀が救われたのです。それからしばらくたったとき、若者は、 ふとローマへ行ってみたくなりましたその途中とある沼のほとりを通りかかりますと沼の中でたくさんのカエルがガーガー鳴いていました若者は耳を澄ましてカエルたちのしゃべっていることを聞いているうちにすっかり憂鬱になって悲しくなってきましたようやく若者はローマに着きましたが ちょうどその時は法王が亡くなって法王の相談役の人たちは誰をその後継ぎにしたらよいか大変迷っているところでしたみんなはいろいろ迷った末結局神様の奇跡の現れた人を法王に選ぼうということに意見がまとまりましたところがちょうどそういうことに決まった時伯爵の息子が 教会に入ってきたのですと、突然どこからもなく、雪のように白い鳩が2羽飛んできて、若者の両方の肩に止まりました。坊さんたちはこれを見て、これこそ神様のお告げだと思いましたのですぐその場で若者に向かって、鳳凰になってくれる気はないか、と尋ねました。若者は、 そんな立派なくらいにつく値打ちが自分にあるかどうかわかりませんのでしばらくためらってしまいましたが2羽の鳩がしきりに進めてくれるものですからとうとう承知しましたと申しましたそこで若者は声優を塗って清められ防災になる指揮を受けましたここへ来る途中カエルたちが この人はやがて法王になると言っているのを聞いたとき、若者はびっくりしましたが、こうしてとうとうそれが本当になってしまったのです。若者はミサを行わなければなりませんでしたが、もちろんそのやり方は何にも知りません。けれども2羽の鳩がいつも肩の上に止まっていて、何から何まで、 若者の耳にささやいてくれました。